break down walls with every blow. Unbreakable.今日紹介するのは数の AI という音楽生成 AI のウェブサービスです。最近いろんな分野で加速している AI サービスですが、この数の AI もジャンルを入力すれば曲を自動生成してくれたり、何より歌詞を入れたらそれをメロディーにして歌ってくれるっていうのがすごいですよね。しかも日本語に対応してます。はい。なので作れるジャンルも幅広いみたいなので、今回はこの作れる音楽を検証しつつ、最後にはこのチャンネルのテーマソングを作ってみようと思います。それでは行ってみましょう。はい、サイトにアクセスしましたら、まずはメイクアソングっていうボタンを押します。そうすると、トップ画面が出てきますので、 Google Chrome を使っている方はこちらに、表示する言語は選択できるようになってますので、日本語に選択していただければ日本語のメニューが出てくるようになってます。まずはサインインですね。サインインをしていきます。でサインボタンを押しますと、まあどの種類でサインしますかっていうので、今回は Google のアカウントでログインしていこうと思います。はい、ログインしましたらもう使用開始ができる状態なんですけども、使い始める前にまずプランの方の紹介をさせていただこうと思います。基本プランですね、こちら無料になってまして、毎日50クレジット更新ということで、1回作成するごとに2曲作成されますので、それで、1回あたり10クレジットを消費します。なので1日5回作成ができますよってことですね。で、商用目的での使用はできません。で、クレジットチャージなし。世代共有給っていうのは、まあ、おそらく作成するときに優先されないっていうことですかね。時間がかかるよってことだと思います。で、2つのジョブを同時に実行できますっていうプランですね。で、私が入っているのはプロプランの方なんですけども、こちらになると、毎月2500クレジットですね。約500曲作れますよ。で、一般的な商用利用できますよってことで、オプションのクレジットチャージっていうのですね。これが、プロプランですと、残りのクレジットが表示されていて、これがなくなってしまった場合ですね。さらにクレジットを購入するってことで、さらに追加で購入することが可能になってますと。それでチャージができるってことですね。はい。で、優先作成給ってことで、この Q 作成するときに優先的に実行されるってことだと思います。で、一度に10個のジョブを実行できますってことですね。プレミアプランになると、毎月2000曲まで作曲できますよってことで、量が増えていますということです。はい。で、請求プランで年間請求と月々とあるんですけど、これ日本語表示してると、表示が変わらなくてバグなのかなと思うんですけども、英語表示にしてれば、8ドルから、これ月払いにすると10ドルになりますよってことで、金額が違いますのでご注意ください。ちょっと作ってみて楽しむ程度だったら、基本プランの、50クレジットで全然事足りるんですけども、何かこう一つ作品を完成させたいってなると、やっぱりプロプランに入っておいた方がいいかなっていうような印象ですね。はい、では実際作ってみましょう。クリエイトボタンを押すとこの画面が出てきます。カスタムモードのオンオフなんですけども、歌詞を自分で入力したい場合ですね、はこちらのカスタムモードでやるといいと思います。で、そこら辺の歌詞もめんどくさいから入れたくないよ、歌詞も自動で作ってほしいよってことであればオフにしてもらって、まずはソングディスクリプションですね。こちらはまあ、どんな音楽を作りたいかっていうので入れていくんですけども、まあ、どんな内容を入れるかとかは、まだこう完全に固定はされてないので、いろいろ試してみてくださいみたいな記述が、公式でもあるんですけども、まあ、いろいろ試してみたんですけど、まあ、まずはどんなジャンルかっていうのを入れるのと、あとは、ま、この雰囲気ですよね、これ。ま、英語がわかんなければ、ちょっと、あれですね、変換してみてっていうので、雰囲気とかサウンドの特徴とかそこら辺を入れようかなっていうので、私はこう入れてみてるんですけども、雰囲気だったりだとか、あとは使用する楽器ですよね。使用する楽器、こんな楽器を使ってみてください。で、自動で歌詞とかも作ってくれるので、歌詞が日本語の歌詞が良ければ、それも入れておけば、日本語の歌詞になりますので、日本語の歌詞で作ってくださいねっていうので入れてみます。で、インストゥルメンタルっていうのを選びますので、これインストゥルメンタルにすれば、まあ、このね、今これラングイチ入れてますけど、歌なし
歌出しのインストの曲も作れるようになってますと。ここの後バージョン2とか3とかありますけども、これ有償のユーザーに今バージョン3のアルファというのが使えるようになってますので使ってますが、ここら辺の解説がまた別の動画でありますので、概要欄に貼っておきますので、そちらの方を詳しくはご覧ください。はい、バージョン3にしておきますかね。でこれでクリエイトを押していきます。はい、出来上がりました。これ日本語の歌詞でっていうことであったので、タイトルとか歌詞は日本語になってみますね。はい、では聞いてみましょう。みんなで一緒に踊ろう、楽しく過ごすグビーベイビー、ギターの音で心揺れるベースが響く。はい、これはまだ改善がちょっと必要かなと思うのは、使用楽器としてギター、ベース、ドラムって入れてるんですけども、歌詞の方にもその、言葉が入り込んできてるっていうところですね。これがちょっと改善の余地はあるかなと思うんですけども、音はなかなかいいかなと思いますね。はい、続いてこっちもう一個の方聞いてみましょう。若者たちが集まるこの場所、この場所、笑顔いっぱいの武器なリズム、リズム、手拍子で揺れる我らがハート、一体感で結ばれたファンキーな仲間、楽しさのリズム踊り。はい、こんな感じの曲ができましたね。こちらは歌詞の方にはそうですね、楽器は含まれてないので、こういうパターンもありますよね。はい、ジャンルで言うと、一応、スタイルオブミュージック、ファンクにしてあるんですけども、ファンク、チアフルとか、チアフルジャパニーズ、ファンクとか、いろんな、AI で考えたジャンルの方を作り出しているような感じですね。こんな感じで曲ができました。歌詞のワードセンスに関してはちょっと別で置いといたとしても、一応自動で、歌詞を、日本語でも英語でも、作ってくれますよってことで、これがそのまま歌になるのですごいですよね。本当に数十秒ぐらいでできますので。はい。では続いてカスタムモードですね。歌詞を入れたいよっていう場合でカスタムモードをオンにして作っていこうと思います。オンにしますと、リリックスですね。この歌詞を入れる場所と、スタイルオブミュージックで音楽のジャンルですね。音楽のジャンルを入れる場所と、曲名のタイトルを入れる場所が出てきますので、まずは歌詞の方をセットしていきます。本当歌詞も思いつかないよっていう場合は、ここにメイクスランダムリリックスとあるので、ここを押すともう自動的に歌詞も勝手に生成してくれるっていう機能もついてます。で、歌詞なんですけども、歌詞の A メロ、B メロですね。これはバースっていう風な括り方をして、サビはコーラスという風に設定してあります。はい。で、ジャンルは、今回は J-POP にしましょうかね。J-POP。で、タイトルが、はい、タイトル入れまして、これで、プロ版、プレミア版の場合はバージョンを選べますので、一旦は2でいいかな。で、クリエイトしていきます。はい、しばらく経つと、作成ができますので、2つできましたね。2つできますので、これ再生していきます。見渡す限り、木々の緑に囲まれて、目を閉じ想像する。後悔はしてない。ただ歩きたいんだ。まだ見ぬ景色も君の笑顔だって。間違ってなんかいない。何気ない日々も木漏れ日のように優しく照らすよ。はい、もう一個の方聞いてみようと思います。見渡す限り木々の緑に囲まれて、目を閉じ想像する。もし違う人生歩んだとしたら、何ができただろうって、後悔はしてない。ただ歩きたいんだ。まだ見ぬ景色も君の笑顔だって。間違ってなんかいない。何気ない日々も
木漏れ日のように優しく照らすよ。はい、聞いていただきました。ある程度フレーズはまとまって作られてたなっていうのは、印象を持ちました。すごい完成度高いかなと思います。歌詞ですね、一応公式では 4行ずつこうブロック分けしていった方が、うまく作られやすいよっていうことで4行ずつこう分けてフレーズ作ってるんですけども、はい、まあその生成される AI のフレーズによってはこれがこの文字数とかバランスが悪くてもうまく入ったりするんですけども、こう規則正しく入れててもその作成されるフレーズによっては全然当てはまらなかったり、もうこう文字読み飛ばされたりすることもあるので、そこら辺はちょっと運の要素もあるのかなというふうには思います。でたくさん作っていくと気づくんですけども、歌声はこう無限にあるわけではない感じがしますね。いくつかのパターンがあるような感じがします。なので、まあ、今後の期待としてはこう歌声バンクみたいなのを作って、この歌声でっていう風にこう指定できるとさらにいいですね。今のところはこう、男性の声だったり女性の声だったりがこうランダムで、選ばれているような感じがしていますね。はい、ではいよいよテーマソングを作っていこうと思います。まずは歌詞はもう、事前に作っているものがありますので、これを見てもらうと、イントロがありまして、A メロ B メロでサビ前がありまして、サビがありまして、間奏で2番があってっていう風にこういろいろ入ってはいるんですけども、今回は、ワンコーラスだけ作ろうかなと思うんですけども、こういう風に、構成が長くなっていくと、当然例えばバージョン3だと、上限2分までしか作られませんので途中までしかできないってことになりますね。で、またその続き気に入ったフレーズがあったらその続きを作りたいよってことがあれば、またその続きを作ってっていう機能がありますね。そこの機能の説明をしていこうと思います。はい、ではまたこの歌詞を貼り付けていきます。で歌入れなのでそのままで、スタイルミュージックをロックとしますね。で、タイトルを入れまして、これでクリエイトしていきます。出来上がったものを聞いてみましょう。はい、出来上がりを聞いてこれいいなと思ってもサビの途中で途切れてしまってますよね。はい、なのでこれをの続きを作りたいということであれば、この曲のこの右の部分ですね、この点点点をクリックしまして、Continue from this song っていうのを選択します。そうすると左側のこの部分ですね、この部分に、Continue from ってことで今のこの楽曲が入った状態で、もう一回作り込みっていうのができます。特に変える必要はないので、そのままコンテニューを押して続きの方を作っていきます。はい、ではできたので聞いてみます。はい、続きができてますね。はい、さっきのフレーズの続きから始まっていて、で、2番が続き作られて、サビのところですね、サビのところのメロディーも同じなので、はい、ちゃんとつながってるなというふうに感じます。まあこれもまだ途中なんですけど、一応ここの時点で、この2つですね、最初に作られたものと、次に作られたもの、これ次に作られたものはパート2っていうの形で、表示されているんですけど、今これバラバラに作られている状態ですけども、統合する場合ですね、これとこれ気に入ったのでこれ2つをまとめて1つにするよっていう場合は、この右のまたこの3つのメニューボタンを押しまして、 Get Whole Song、 これを選択します。はい、このフルソングっていうものができましたね。はい、これは前半とこの後半のパート2をつなげて一つになったものがここに作成されるようになりました。はい、まあこれで完成であればここでダウンロード等をしていくような形になりますね。最初作ったものがすごい良くて、じゃあ次、パート2でこう続きを作った時に、必ずしも気に入るものがあるかどうかかねで、また気に入らなかったらもう一回やり直してっていうのが繰り返していけばですね、最終的にフルコーラス作っていけるのかなというふうに思います。
はい、では最終目標である、テーマソングを作ってみようってことで、コネクトっていう曲を作りたいということで歌詞も作ってみたんですけども、はい、今フルコーラスあるんですけども、まあ長すぎるのでワンコーラスだけ作ってみました。で、まあこう自分の好みに合ったというか納得できるような感じでこう何回も何回も実行してみて作ってみた曲がありますので聴いてみてください。はい、いかがでしたでしょうか、このテーマ、このチャンネルのテーマソング一応作ってみたんですけども、はい、まあ歌詞のメロディーハメに関しては少し甘いところがあったりしますが、全く曲を作れない人にとっては楽器もメロディーも歌も作ってくれるわけですから、すっごく便利ですよね。はい、私は何十曲か作曲を、経験しているものですが、そんな曲を作る方っていうのはやっぱり細かい部分でちょっと思い通りにしたくなるとか、ちょっとここ修正したいなっていう部分が多くなると思うんですよね。はい、なのでできた楽曲を元にいいとこどりをして、それで作っていくみたいなスタイルがいいのかなっていうふうに思いました。現段階ではまだこのジャンルならこういう曲ありそうだよねっていう曲の感じがやっぱできてきますので、まあ、これがオリジナリティとか個性とか出だしたらいよいよですよね。はい、まあこの私は曲作りを仕事にしているわけではないので、ユーザー目線でこの AI の成長を楽しみたいと思います。でもこの AI の曲作りをしていて、まあ最終的に出てきた思いとしては、久々にオリジナルの曲をやっぱり作ってみたくなりましたね。はい、まだまだ人間の作る心のこもった歌の方が良いことは言うまでもありません。はい、長くなりましたが、音楽歌ってやっぱりいいですね。はい、ではまた。